皆さんこんにちは、文ちゃん先生です。今日はですね、風呂吹き大根やろうかなというふうに思うんです。で、まあ大根なんですけども、これ大根の皮をちょっと厚めに剥いて、で、湯煎するんですよ。で、電子レンジでも構わないんですけども、ふにゃふにゃになるまでとりあえずやって、一旦水洗いをします。で、今日はちょっと鍋に少し、余っている場所があるので、さつまいもも一緒に煮ちゃおうというふうに思うんですね。で、基本はだし汁に、だし汁100に対して、大さじ山盛りでお砂糖1杯で、お醤油なんですけども、お醤油は、まあ、少し大さじ4分の3ぐらいかなの割合で、やっていくと。まあ、今回おそらく200か 300cc ぐらいなので、2杯か3杯ずつというふうな状態になるかなというふうに思うんですけども、まあ、甘いめに味付けをすると、風呂吹き大根実は美味しいです。で、普通のレシピだとね、風呂吹き大根って、あの昆布だけのっていうふうな状態ですよね。まあ、お鍋みたいな状態にするんですけども、あとはその味噌でのトッピングで食べましょうっていう感じなんですけど、あらかじめもう大根に味付けをしちゃいます。さて、まあ、このようにして並べました。大根と、それと少しこう隙間があるのでもったいないなというふうに思ったので、一緒にさつまいもも甘く煮ちゃおうというふうに思いました。これだし汁300に、薄口醤油と、それとお砂糖を大さじ3杯ずつという感じにしました。まあ、こんな感じになるかなというふうに思うんですけども、この状態で煮ていくんですけども、味は冷えていくときに味が染み込むので、まあ、温かい時にこう見てまだ味が染み込まないなというと、そうではなくて、冷やして後から食べてみるとしっかり味はついています。この状態で、そうですね、とろ火で10分ぐらい煮込んで、あとはほったらかしです。